結構ツヤも出てて、いい感じに仕上がってるなとは。どうもこんばんは、田口ポーズです。いやー、お久しぶりでございます。本当に、私髪も切りまして、久しぶりの登場ということでですね、皆さんに何を言われるか僕わからないなと思いながらも、今日もですね、がっつり商品の紹介をしていきたいと思います。今日はですね、クボタスラッガーの、プロ B というね、当店かなり愛されているグローブなんですけど、なぜ愛されているかっていうのをいろいろ考えてみたんですね。で、プロ B ってこれね、型をつけた感じなんですけど、ラベルも交換して、一応新品があるんですけど、まず新品見てみましょうか。で、多分ね、メーカーの中でこういった感じで、もうなんか、この辺なんか自分で調整してくださいみたいな感じでバンドラッピーってて、でプロ B のすごいところっていうのは値段がね1万3000円なんですよ、税抜きで。でこれってまあその革もやっぱりしっかりしてて公式っぽい革、まあ、公式対応の革でやっぱ型はつけた方がいいかなっていうような感じの革質なんでちょっと硬いんですけど、もし自分でつけるのであれば、まあ、スクワランオイルとかでこう補給面塗りながらこうやって自分でつけてもらえればいいかなというふうに思います。で、ここのバンドを調整してしまって、で、これね、何も知らずにピッてやったらもう全部取れちゃうんで、そうなった場合はですね、頑張ってください。はい。で、値段がね、1万3000円ぐらいで、それって安いんですかっていうことなんですけど、ちょっと普通のトレーニングローブ持ってきます。一般的なトレーニングローブですね。ちょうどね、入ったトレーニングローブで、ウィルソンのスーパースキンっていうこのちょっと特殊なこの素材なんですよね、を使ったこのモデルですよね。これでだいたい1万8000円税抜きなんですよ。もう5000円違うんですよね、ここで。これYH シリーズの、これちょっと比較対象にするのはおかしいと思うんですけど、もう構造自体が全然違うので、これで1万9000円ぐらいなんですよね、1万8000円だから同じか、ウィルソンと。で、あとは OB マークっていうのがついてて、これ何のマークですかっていう風にっていうか、いらないんだけどっていう人もいて、いやでも待ってください、これは日本の、プロ野球界の OB クラブっていうのと共同開発しましたよっていうね、一応箔がついてるんです、ここ頑張ったっていうね。で、1万3000円で公式にも対応してっていうことで、で、まあ芯は入ってないんでその辺はね、コストダウンしてるのかなとは思いますけれども、まあ、革もしっかりしてていいなと思います。そしてやっぱり肩をつけたものと比べて、やっぱ肩つけた方が、まあ芋み肩付けしてるんですけど、した方がいいなっていうのをちょっとこう芋み前と芋みした後でちょっと比べてみましょう。で、問題点が実は1点あって、その問題点はちょっと次回こういう風な問題があって、それをこういう風に解決できるっていうところを、もう少し掘り下げて話したいんですけど、今日はまあこのプロ B がどんな感じで良いかっていうのを、まあ、魅力を伝えたいっていうので動画撮ってます。じゃあちょっと見てみましょう。で、新品の状態はこんな感じですね。もうすごいこう張ってて、やっぱり公式の革っていうのもあってすごい硬いんですね。で、自分で肩をつけたいっていう方も結構いらっしゃるんですけど、ではね、でこちらがこれ実際に少し使ってもらったんですね、お客様に。見えるかな、こんな感じなんですけども、結構ツヤも出てて、いい感じに仕上がってるなとは思うんですけれども、でラベルも変えてですね、わかりますか、ちょっとボールを入れてみましょうか。でね、ボール入れると、まあ、こういう感じなんですよね。で、まあこれはこれでいいんですけれども、お客様からですね、ある人、お客様のある一言がですね、きっかけで、プロ B ちょっと改造した方がいいなっていうことになって、改造をしました。次回はちょっと改造したんですけど、それがすごく良くなったんで、それをちょっと見ていきましょう。では今日は簡単ですが、この辺でまた動画頑張ってあげます。お疲れ様でした。